こんにちは、札幌ライブ美容室早任せの後藤です。今回は縮毛矯正、自宅でできる簡単縮毛矯正をお伝えしたいと思います。基本的には美容室でやってください。このね、配信する内容としては、金銭的、身体的、それから精神的に美容室に行けない方からコメントいただきまして、そういう方のために配信していきたいと思っております。やる場合はですね、自己責任でお願いいたします。薬剤は僕が紹介した薬剤を使っていただくのがベストです。市販のですね、ホームパーマ用のパーマ液というのは結構強かったりするので、ちょっと失敗しやすい、 Amazon で頼んでいただいて使っていただきたいと思います。ちょっとボリュームを抑えたいという方向けです。フォルムをね、変えるだけで髪の毛ってすごい変わるので、そのシルエットを変える方法を教えたいと思います。カチューシャです。100均で売ってるカチューシャを2個使います。どういう風に使っていくかというと、簡単です。シャンプーしてこう濡れている状態でやっていくんですが、これを自分の頭に合うような形で何度か頭に実際につけてみて、合うか合わないかっていうのを確認してください。このままシェイプをしていきますね。前の方にシェイプをしていきます。このカチューシャの止める位置がポイントなんですけれども、ちょうどおでこの生え際にこのラインが来るようにしてください。おでこの生え際にこのカチューシャのこのラインが来るように止めてください。そうしましたら、今度バックですね、はい、溶かしながら止めていきます。はい、このようにダブルで止めていきます。髪の毛がこういう方向に生えてます。ここら辺まで薬をつけてしまうと失敗しちゃうんですね。ここは自然な癖を生かしていただいた方が、ご自分でやる場合はいいと思います。よほど癖が強い方でも、ここはちょっとつけない方がいいです。根元のところ、ここもつけちゃダメです。薬をつけるのはこの部分につけていきます。そうすることによってどういうことになるかっていうと、ひし形のシルエットができます。ひし形のシルエットが作れます。生え際の、ここの生え際の位置までこのカチューシャを止めていただきます。ちょっと前見づらいと思うんですけれども、はい、このまま薬を塗っていきます。で、このカチューシャのところにあんまりつけてしまうと失敗してしまいますので、ハートのところにつけないでください。やり方としてはこのように塗っていきます。で、カチューシャのところが1個注意しないとダメなのが、結構よれてたりすると、そこにパーマ液がついてしまうと、そのように形がついてしまいますので、そこは気をつけてください。あと、このカチューシャの脇、カチューシャ沿いのところに薬が溜まりすぎてしまうと、そこがですね、パーマ液が強く反応してしまって、綺麗にかけることができません。そこから折れてしまいますので気をつけてください。髪の毛は濡れてる状態にやってください。乾いてる状態だと中まで薬が通らないので、それでですね、コームをちょっと溶かしていただきたいんですけれども、はい、コームをちょっとここを溶かします。いいですか、このように溶かしていきます。コームで、溶かしていく理由としては、髪のこの中の方に薬剤を浸透させてるということですね。このような感じでやっていきます。トップのところつけてないの分かりますかね。この部分はついてないですよね。要はここは、このつけないでくださいっていうのはここですね。この部分をつけないでくださいっていうことです。これで薬塗布終わりです。簡単ですよね。で、カチューシャのこの脇に溜まっちゃうのは危険なので、ちょっとね、ハケでちょっとうまくごまかしてください。頭皮にはつけないでくださいね。なので、頭皮につけないようにこのカチューシャ沿いにつけていきます。これで、ラップとかしなくて大丈夫なので、15分放置してください。まずね、15分から放置していただいて1回やってください。かかりすぎてしまうと危険なので、15分、まあ、よっぽど癖が強い方だと30分放置したりはするんですが、失敗してしまうと、僕もちょっと自己責任と言いながらも、ちょっと本当に失敗してしまうと、あと取り返しがつかなくなってしまうので、15分っていう形で一回試してやってみてください。じゃあ、この毛先つけなくていいのかっていうことになると思うんですけど、素人の方があまりここつけてしまうと、毛先がまっすぐなりすぎてしまう。縮毛矯正ですから、粘布のところも薬ついてませんし、表面のところの縮毛矯正だと思ってください。では15分ちょっと放置していきたい。今カチューシャを外して、シャンプーを軽くしました。縮毛矯正の場合は、これを一度ドライします。できればなんですけれども、これ無理やり売ってるとかではなくて、僕が出してるヘナの、トリートメント剤を使うとですね、より綺麗に、これは流さないトリートメントなんですけれども、これを使っていただくとより綺麗に仕上がります。ウォーターをまずつけていただいて、それからジェルをつけてから、乾かしてアイロン入れると、アイロンの熱から守ってくれるのと、トリートメント効果が増しますので、もし余裕がある方はこれを使って綺麗に仕上げてください。流さないトリートメントとしても使えますので、よければカートから買えますので、よろしくお願いいたします。ヘナウォーターをまずつけていただいて、で、トリートメント剤が、アイロンの時に、しっかり髪の毛に残ってくれるようになってますので、ヘナウォーターをつけ終わったらすぐですね、
ヘナジェルをつけていくんですけど、ヘナジェルを手に取っていただいて、はい、これをですね、はい、全体につけていきます。あの薬をつけたところですね、ここに全体につけて、はい、それからコーミングをしていきます。これによってですね、髪の毛がかなり強化されます。より綺麗な仕上がりを作りたい方は、ぜひちょっとね、これを試していただくとかなり結果が変わりますので、はい、この後に、髪の毛を前に前に乾かしていきます。後ろの毛を耳のあたりに、サイドの毛を、顔の方になるように乾かしていきます。ブラシやこういうコームを使うことによってキューティクルの向きがありますので、そのキューティクルの向きを整えてくれます。キューティクルってこっち向きにこういう形になってますので、これをきれいに整えた方がよりツヤが出ます。これをバーって乾かしてしまうとツヤがなくなってしまいますので、やる場合は、しっかりこの方向にドライヤーを当ててくれるのがポイントです。じゃあやってみます。このように前に向かって乾かしていただければ大丈夫です。トリートメントをするっていう意味でもつけるとすごく効果が出ます。ドライが終わった状態なんですけど、顔周りからちょっとやっていきます。で、実際この辺は薬ついてませんが、毛先までアイロンは入れていきます。美容室とかはこういう風にコームを入れながらね、よく見たことあると思うんですけど、こういう風にこうやってると思うんですけど、まあこれ個人でやる場合できませんので大丈夫です。やけどだけしないでください。コームはね、使いながらできないと思いますので、このように手を押さえながらアイロンを入れていってください。このような感じですね。しっかり乾いた状態で入れていってくださいね。濡れていると髪が傷んでしまいますので、乾いた状態にアイロンを入れていってください。アイロン180度ぐらいで大丈夫です。皆さんどのようなアイロンを使っているか分かんないんですけれども、ご自宅用のアイロン、まあ、熱がね、しっかり暖かくなってから使ってください。そうしないと熱が入りませんので、あったかくなった状態で使っていただきたいと思います。温度がね、測るのがついてないアイロンは多いと思うんですが、マックスまで温度を上げていただいて結構ですので、一番高い温度でやっていただいていいと思います。ただやっちゃダメなことを1個教えますね。止めないでください。このように1、2、3秒って止めてしまうとかなり髪が傷んでしまいます。ですので皆さんがやる場合はですね、1秒っていう形で、1秒以上はその場所で止めないでください。いいですか。1、1、1、1って感じです。2秒止めないでください。まあ美容室ではね、やったりはするときは、やったりはするんですけども、ご自宅でやる場合はちょっと危険ですので、もしね、傷んでしまったら大変なことになってしまいますから、1秒までにしてください。1秒ってどういうことかっていうと、この止めるのが1秒ですね。1秒って感じです。いいですか。1秒って感じで止めていってくれれば大丈夫です。指1本分のところを、止めていきます。このような感じに前側にやっていきますね。いいですか。はい、1秒1秒1秒、このような感じにやっていきます。ここでジューって音がしてしまうと、水分が髪に残っていることになりますので、もうちょっと乾かしてください。あとね、あんまり濡れてると頭皮に蒸気がいってしまって熱いので気をつけてください。このような感じですね。まあ毛先はね、薬ついてませんので、1秒1秒1秒っていう感じで入れてってください。少しずつ入れていきます。急がなくていいのでゆっくりやってください。あんまり早くアイロンをこうやってしまうと癖が伸びませんので、まあそんなに焦らずね、ゆっくりこういう風に1秒でしっかりやっていただければいいと思います。まあ今ねこれやりながらですね、トリートメントの効果がここに残ってくれてますので、ヘナウォーターとヘナジェル使った方なんですけど、この指1本分を入れていきます。前に前に入れていきます。特にこうやってね、ねじったりしなくていいので、まっすぐ入れてください。ポイントとしては、余計なことしないでまっすぐ入れてくれればいいだけなので、はい、ここからまっすぐ入れていきます。ここもね、根元のところ薬塗らなかったんですけれども、根元からアイロン入れたって大丈夫なので、根元側からアイロン入れてください。で、耳周りとかね、やけどしやすいので気をつけてくださいね。襟足の方とかは薬ついてませんので、そこら辺はやらなくて大丈夫ですので、はい、僕がやってるスピードぐらいを何度かね見て、ちょっと確認してやってください、ね、同じぐらいでやっていただければできますので。なんで最初の乾かすところをきれいに乾かしておかないと、この時にきれいにできないんですね。最初の乾かすのをコームを使ってしっかり乾かすことによってアイロンを入れた時にきれいになると。なので乾かすところを怠ってしまうと、結構綺麗になりませんから、そこを気をつけてくださいね。薬がねついてる、流す時についてるかもしれないので、
そういう意味でもちょっとオーバーラップしてやっていただけるといいと思います。1個のパネルで綺麗に伸びなかったら2つに分けてください。あまり広くやってしまうとうまくいかないので2つに分けて、やっていただけるといいと思います。このようなフェースでゆっくり指1本分を取って、はい、その指1本分のところを伸ばしていきます。でこの毛先のところアイロン入れてますが、一液が作用してないんでほとんど、ここは癖が戻ると思います。カチューシャのところで跡がついてしまったら、そこのところちょっと薄めに取ってしっかり伸ばしていただかないと跡がついて残ってしまう可能性がありますので、カチューシャの跡がついた場合は気をつけてくださいね。で同様にバッグの方も入っていきます。はい、このようにですね、センターもパートがない状態でまっすぐアイロン入れていただいた方がベストです。2液は、先ほどつけた1液が、このようについてますが、つけてないところがありますけれども、全部つけちゃって、こういうところも2液はつけてください。薬がついてない部分が毛先と根元ついてないんですが、2液は全部つけてください。このように2液を全体につけていきます。2液は毛先の方までしっかりつけて、あとできればこの中ですね、この中の方もしっかりめくってつけといてください。結構たっぷりつけちゃって大丈夫です。毛先の方まで2液はつけてください。コーミングは前の方にコーミングしていただくといいです。こういうような感じですね。先ほど最初にコーミングした通りに前の方にこういう風に2液もつけていきます。一応ネープの方もね、少し2液をオーバーラップしてつけといてください。ネープの方もちょっと2液を多めにつけといてください。はい、前髪もしっかりつけていきます。しっかりコーミングした状態で15分放置して流して終わりという形になりますので、さほどそんな難しいわけではないんですね。実は縮毛矯正っていうのはただこれだけなんですね。まあ各サロンによっていろんなやり方があったりとか、薬剤の設定が違ったりとかですね、いろいろあるんですけれども、難しいこと言うと本当キリがないので、薬剤で伸ばしていくサロンや技術で伸ばしていく縮毛矯正っていうのがありまして、まあ、それによっても全然ちょっとやり方が変わってきたりとかします。できれば技術で伸ばしていくっていう縮毛矯正が、僕はベストかと思って、うちはまあそういう形でやってるんですけれども、ただ素人の方がすぐできるようなものではありませんので、一般の方向けのやり方とはちょっと違いますね。時間を15分置いて、流していきたいと思います。最後に2液流すときにもう一回シャンプーしてください。シャンプーして上がった状態でシャンプーしてリンスしてください。うちではヘナウォーターとヘナジェルをもう一回つけるんですけれども、結構ねこれ癖が収まってくれるんで、つけていくとどんどん癖が収まるような、まあ、内容成分になってまして、まあ、癖毛用だったりとか、あとはそうですね、髪の毛とにかく強化したい方、ダメージが多い方とか、まあ、そういう方向けに作ってる商品になりますので、はい、このようにヘナウォーターをつけてヘナジェルをつけて、これで仕上げ乾かしていくというような感じになります。こういう風に円柱になってる髪の毛がちょっと潰れやすくなるんですね、強い薬使うと。そうなるとペターってなっちゃいます。そうすると格好悪いですね。はい、で癖出てきた時のつながりも悪いですし、強い薬は使わないでいただきたいなと思います。これ乾かしただけなんですけど、癖がねいい方にこう生きてくれますよね。根元の方が伸びると、ブローしてなくても乾かすだけでこういう風に外羽になった癖が内巻きにこうなってくれることもあります。多々あります。で、これブローしてませんが、あと1個びっくりするのがですね、これちょっと前の動画でカチューシャカットっていうのでやったやつのまんまなんですよ。僕これ手入れてないんですよね。結構意外とそんな悪くないですよね、カチューシャで切ったやつ。結構カットラインも綺麗というか、まあもっと細かく切れるんですけれども、まあそれなりになってるってことです。なので、まあ、この辺を組み合わせていけばいろいろできるかなっていうことです。最後にアイロン入れてあげた方が持ちがいいということです。はい、まだ髪の毛の内部に残留してるんですね、実は薬剤っていうのがね。なので、最後アイロン入れてあげた方が持ちが良くて、そのまま濡らさない状態で24時間ぐらいちょっと置いていただいた方が持ちはいいです。どういう風にやるかって、簡単にアイロン入れればいいだけなので、毛先までこういう風にアイロンですね、また仕上げで入れていただければちょっと持ちがいいです。はい、まあ、ざっくりでいいのでアイロン入れておいた方が僕はいいかなと思います。最後にですね、仕上げでかなりのところまでちょっと教えちゃってるんですけど、全体に薬剤つけたところをアイロン入れていくことによって持ちが良くなります。これカチューシャカット意外とね悪くはないかもしれないですね。これそこそこ切れてるっていう、このちょっと受けますけどね。
素人さんでも、できるということです。はい、この通りやっていけば、まあ、僕はあの美容師さん向けにオンラインサロンもやってて、それはもうもっとコアな情報とか、まあ、こんなようなもんじゃなくて、あの他の美容室がやってないような情報っていうのをオンラインサロンで流しております。まあ、興味ある方はちょっとその辺も見ていただければいいかなと。まあそれ美容師さん向けになっちゃうんですけど、ちょっと変化球の他の美容室がやってないところで、ちょっと他の美容室よりもちょっと差をつけたいとかですね、ちょっとまだ、スタイリスト成り立てなんだけども、ちょっと先輩美容室に負けたくないとか、ちょっと武器が欲しいとかですね、そういう方は結構オンラインサロンかなり面白いんではないかなと。すぐ使える、情報がかなり入ってるので、もしくも矯正からカットも全部ですね。あと結構最近人気のね、僕はピールメッシュっていうのをやってるんですけど、あのトリートメントのメッシュみたいのがありまして、トリートメントのメッシュのピールメッシュっていうのも、動画じゃなくてオンラインサロンで公開しております。はい、まあ YouTube では公開してないんですけれども、そちらの方も参考になればいいかなというふうに思っております。そう、結構コアな情報で、まあこれね、まあ、美容師さんが見るとあんま面白くないと思うんですけど、気持ち的にコアな情報を、今後も発信していきますので、いいね、あとシェアとかですね、チャンネル登録お願いいたします。はい、あと美容師さんの方、まあ、もし興味あればオンラインサロンかなり面白い内容やってますので、経営の話とかじゃなくて本当もうガチ技術のこととしかオンラインサロンを発信してないので、まああとはねインターネットの使った活用だったりとか、まあそういう部分も発信しております。まあ他のね、オンラインサロンに負けないんではないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日はこのような感じで動画を終わりたいと思います。ではバイバーイ。